新潟伊勢丹は来月3日に開店40周年を迎えます。40周年のキャッチコピーは心が向かう場を作る、新潟と生きる伊勢丹を目指すといいます。開店40周年を前に新潟伊勢丹は今日記者会見を開きました。心が向かう場を作るというキャッチコピーのもと、来年3月末にかけてさまざまな事業を企画しているということです。私たちはもう一回気持ち新たにですね、新潟と共に生きるということで、次の100年を見据えて40周年の企画を1年にわたってご提供したいというふうに思っております。40周年を迎える来月3日からは、これまでの感謝を込めた大創業祭を予定していて、記念品の販売や限定セールに加え、6年ぶりの開催となるイタリア展などが開かれます。新潟と共に生きるということは、我々は伊勢丹新潟店ではなくて新潟伊勢丹店ということで、新潟の地で、新たに、唯一の百貨店としてこの新潟を盛り上げていこうという、この気持ちが今までと一番違うところだと思っております。大創業祭は来月16日まで開催される予定です。